減額されちゃう。そう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 。なんでですかね。自己資金ってそういう見られ方してるんですね。日本政策金融公庫の方に聞いても、やっぱそういったことをおっしゃいますので、こんにちは。こんにちは。赤沼慎太郎です。今回は青木博英さんと一緒にお送りします。青木さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は私の方から質問です、はい、お願いいたします。知り合いの方からですね、はい、創業融資の質問を、創業創業ばっかりです。創業の友達多いですね。そうなんですけども、うん、あの創業融資を受ける際に、はい、まあ、あのこのチャンネルでもいろいろ創業融資の話題について動画アップしてもらってるんですけど、撮りましたね、いっぱいね、はい、創業融資で重要なのは、はい、自己資金を準備することで、はいはい、まあ、そもそも要件にもありますし、うん、そうですね。で審査の上でも重要になってきてるって言ってましたよね、うん、そうですね。もうすごい自己資金って重要なポイントになりますね、うんうん、で、うん、もう一つ重要なのが、はい、経験って言ってましたよね。あ、そうですね。これから事業を始めるのに、うん、経験っていうのが、うん、まあ、審査の上でも重要なポイントだと。そうですね、まあ、やっぱりその初めてやる事業でね、創業するよりも、まあ、しっかりとこう経験した事業で創業する方が、まあ、当然これ金融機関さんとしても貸しやすいっていうんですかね、はいはいはい、うん、ありますので、やっぱその経験があるかないかっていうところは非常に重要なポイントとしては見ていますよね、うん、でここからが質問なんですけど、はいはい、その自己資金と経験っていうのは、うん、はい、どちらが優先順位高いんですか。お、どちらが重要か。重要か。なるほどね。これはね、自己資金も経験も、まあ、どちらも重要なんですけどそうでしょうね。まあ、あえてこう順位をつけるっていうことであれば、うん、まあ、私の感覚的には自己資金かなと思いますね。ああ、自己資金が重要。うん、それなんでですかね。あのね、まあ、これまでこうご支援してきた経験の範囲でのお話にはなりますけども、うん、まあ、経験がなくて自己資金がありますっていうケースと、うん、経験はあるけど自己資金がないです、うん、この2つのパターンでいうと、はい、どちらかというとやっぱりこう経験がなくても自己資金がしっかりあるよっていう方が、うん、まあ、借りやすいっていう印象なんですよね。ああ、なるほどね、うん、言われてみれば、うん、そうですね。そう、まあ、あくまでもね、うん、私の経験の範囲なので必ずしもそうだとは断言できないのかもしれませんけども、うん、でもね、私ってね結構こう飲食店の開業のお客様からねご相談が多いんですけども、うん、まあ、その中ではですね、その未経験で飲食店を開業したいっていうお客様が結構多いんですね、うん、で何でかというとこれって私著書で、はい、初めての人の飲食店開業塾っていう本があるんですよ、はい、ありましたね、はいはいはい、漫画が差し込んであるやつ。そう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 、あの漫画読みやすいですよね。そう、あの漫画が見やすい本全体読んでしたけど漫画はね、まあ、こう章ごとのね最初 の差し込みに入ってくるんだけども、またおっしゃる通りね漫画が結構効いてるかなと思うんですけど確かにあれね読みやすいとか分かりやすいっていうね、うん、ご意見というかご感想いただくことがすごく多くて、うん、本当にね あの本って2009年に書いた本なんですけども、うん、未だにね増刷もかかってるし、もうだから12年ぐらいずっと売れ続けてるっていう本なんですよ。すごい。そう、まあ、まさに本当ロングセラーということで、ロングセラー、はい、まあ、ぜひ読んでない方はですね読んでいただければと思うんですけども、はい、まあ、ちょっとね話が脱線しちゃったんですけども、まあ、そういったこともあってね、この未経験で飲食店開業したいですよってお客様からの相談がまあ多いと、うん、でもそれでもですねこうしっかりとこう自己資金を貯めているお客様であるとですね、まあ、仮にこう経験がなくてもですねしっかりとこう計画を作って申し込むことで結構ね希望通りの融資ってね受けられてるんですよ。なるほどね、うん、未経験でも自己資金があれば、うん、融資受けられるんですね。そう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 。じゃあ逆に、うん、経験はあって自己資金がないっていうのはやっぱ厳しいんですか、ね、うん、そうですね、まあ、自己資金がやっぱ全くゼロってことになっちゃうと、うん、まあ、そもそもこれって要件的に融資申し込めないってことになりますよね。まあ仮にこの申し込めましたってことになっても、うん、やっぱりこう希望額からこう減額されてしまうだとか、まあ、そういった対応が多くなってしまうかなっていうのがまあ印象的にはありますね。減額されちゃう。そう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 。なんでですかね。まあ、やっぱりその自己資金がたくさんあれば、それだけその借りる金額が少ないから、まあ、安定度が増しますよねっていう考え方ももちろんそれ一つあるんですけども、うん、まあ、そもそもその金融機関さんとして自己資金ってどうやって何のために評価してるのかっていうと、まあ、一つの側面としましては、
その創業に向けた本気度とか準備具合をねこう測っているというふうに言われるんですよね。本気度や準備具合、うん、そういうのを見てるんですね。そうなんですよ。あのやっぱりこう本気の人っていうのは、うん、やっぱこう起業しようと思ったら、うん、その起業の実現に向けてやっぱ準備するじゃないですか、うん、でその時ってやっぱお金かかるんだからお金貯めようって思いますよね、うん、まあ、それでつまり自己資金を貯めようっていう、うん、まあ、行動なわけですけども、やっぱその準備期間が長ければ、うん、当然その金額も大きくなりますよね、うん、なりますね、うん、ということでやっぱりこう本気度が高い方で準備期間がしっかりとあった方っていうのはやっぱ自己資金も貯めてるし、やっぱそれなりの金額になってるでしょっていうのが基本的な考え方になるわけですよ。なるほど、うん、逆に言えば自己資金が十分にないっていう方っていうのはまあおそらくだけども準備が十分な期間取れてなかったんだろうなとか、うん、あとはあのパッとねこう思いついたアイデアを起業しようかと思ってるのは要は全く準備期間がない思いつきみたいな、はいはいはい、まあ、可能性も感じますよね、うん、なんとなくね、なるほどね、うん、まあ、そういった評価にねどうしてもこうつながってしまうってことなんですね。なるほど、うん、自己資金ってそういう見られ方してるんですね。そうなんですよ。これはねあの日本政策金融公庫の方に聞いても、うん、やっぱそういったことをおっしゃいますので。あ、そうですか、うん、そうだと思いますね、うん、まあ、そういった意味でね、まあ、あの自己資金と経験、まあ、これどっちが大事ですかっていう話になってくると、もちろんどちらも大事なんですけども、どちらかといえばやっぱこう自己資金なのかなっていうのが、まあ、私の感覚としてはあります。なるほど、うん、よくわかりました、はい、じゃあ知り合いの方に、そうですね、ぜひお伝えしていただいて、はい、しっかりとこう自己資金貯めてくださいとまあ多分経験はねもうキャリアとしてはあるんでしょうから、その方はね。そうですね、うん、やっぱ問題は自己資金ですよ、まあ、そこでやっぱりねこう思うように借りられなかったって方はやっぱ多いんでね、うんうん、なるほど、そう、はい、ありがとうございます。はい、食べてください、お願いします。はい、ということですね、今回は、創業融資を受ける上で自己資金と経験どちらが重要かっていうテーマで、お話ししてまいりました、ぜひですねご参考としていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、青木さん今回もありがとうございました。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 